老子道徳経第1部第23章は、はい、今日はこちらですねと、トルストイ監修の老子道徳経からがこちらですと。珍しい言葉は最も確実な考えを含んでいる。珍しい格言はそれ自体で真に迫っている。朝の強風は真昼まで続かない。大雨は一日中続かない。天持ちも永遠に続かない。まして人間は道に従って生きて行為する者は道に等しい。高潔な人は徳に等しい。すべてを喪失する者は喪失に等しい。道は自分に等しいものを見出す。高潔な人は自分に等しいものを見出す。喪失した人も自分に等しいものを見出す。信念が弱いところには信念はない。これも本当にそうで、はい、あの僕今日本当に朝本当に思ったんですけど、はい、その事の顛末を話をすると、うん、僕はあの今週一週先週先々週ぐらいから、はい、ずっとなんかその会社がちょっと業績が悪くて、うん、給料が下がってきて、はいはい、で転職しなきゃって右往左往して、うんうん、でこの右往左往しながら、うん、結局その今の会社やりますって、うんうん、頑張りますってなってるんですけど、結局なんかその迷って迷って迷って、はい、今僕ここに立ってるんですけど、うん、何も変わってないんですよね。はい、状況はあの状況はというか、うん、やりたくて、うん、今のことをやっていて、うん、今のやるって決めた仕事もそうで、はい、で今ここで動画を喋っている僕、うん、迷ってる時に迷ってるものが映ってるんですよね、うんうんうん、で迷いながらいろんな行動してるんですよ、うん、迷ってる時に、うん、で今僕はやっぱりもう一回この会社でやり残したことがある、うん、俺頑張ってない、命かけてない、うん、覚悟してないじゃん、うん、で覚悟を決めた瞬間に、うん、覚悟した世界が映るんですね、うんうん、でやらなければならないっていう頭になってるんですけど、うん、迷ってる時はもう全てが迷いで、うん、もうモヤモヤしかないんですよ頭の中って、うんうんうん、高潔な人は目の前には多分高潔なものしかないんですよ、うん、です、うん、だから結局悩んで苦しいのって、うん、自分がそれを生み出してるだなって、うんうんうん、苦しみを苦しみを、うんうん、で多分これっていやもうやるしかないよねっていう覚悟一つで、うん、霧はねバッて晴れるんですよ。決断ってやつですか、ね、決めて立つそうですね、うん、決めて立つですね。あ、はい、あもう漢字は素晴らしいですね。はい、はい、多分いろんな道を皆さん模索しようとして、うんうん、バッて決めれてないって話ですもんね。そうですね、うん、どれにしよう、うん、でこのギュッていろんなカードを持ったまま歩くので、うんうん、全てが中途半端になるんですよね、うんうんうん、でちょっとやってあ違うちょっとやって違うみたいな、うん、でも多分これって全部カードをポイって捨てて、うん、これって決めると、うん、もうそれしかないですからね。それやるしかない。はい、っていうのが、うん、これを読み、うん、タオは自分に等しいものを見出すと、うん、で高潔な人は自分に等しいものを見出す、うん、喪失した人も、うん、自分に等しいものを見出すと。なんで、うん、もう分からないってやってるうちは、うん、分からなくなって分からないんですよ。、はい、っていうで信念の弱いところには信念はないと、うんうんうん、だって信じて念じてないんですもん。だから強く思えですよね。もうこれをやるんだ、まあ、覚悟はいっていうのは、はい、これを今日やると決めたわけじゃ、あのやる前に今日家の中で、うん、なんか今比較的頭の中は、はい、頭の中は、うん、あもうやらなきゃいけない、はい、でも迷いはない、うん、って思って朝歯を磨いている時に、はい、あなんか結局悩む前と同じ日常だなって、うん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 、仕事に行き、うん、土日はこれ、うん、あの動画撮影と編集、はい、うん、これ僕が自分がしたかったことに結局帰ってきたなって、う
あ、この数週間ずっと苦しかったのって、うん、自分の中で作り出してたものじゃんって、うんうん、ではドリアンスケダマさん、はいはい、たまに話す程度がおのずから叱るべきタオである。だから暴風が昼までずっと暴れることはないし、激しい雨が一日降り続くこともない。誰が風や雨を起こすのか、それは天地である。天地でさえずっと吹き荒れることはないのだから、ましてや人の言葉や行動もそうではないか。この自然界において何事かをするとき、タオに従って行動するものはタオと一致し、徳に従うものは徳に一致し、その双方を失ったものはそれ相応の存在になる。タオと一致したものをタオは喜んで引き受ける。徳と一致したものを徳は喜んで受け入れる。失したものはタオもまたこれを外す。ではバカボンのパパ、はい、ペラペラ喋り続けるのは自然な振る舞いではないのだ。ビュービュー風が暴れているなと思っても、昼まで吹き続けているということはないし、バシャバシャ降ってる雨も一日中ずっと降り続けることはないのだ。風や雨を送り込んでくるのは天地なのだ。天地でさえずっと暴れているのは無理なのだから、ましてやわしら人間が派手なことを言い放ったり、スポットライトを浴びるような目立った振る舞いをずっと続けるのは無理なのだ。あ無理はやっぱり限界があるんですね、うん、何かをしようと思うとき、自然を支配するタオに従って振る舞う人はタオと同じになるし、物を育てようとする徳に従って振る舞う人は徳と同じになるし、その両方がない人は残念なことにその両方がない存在になるのだ。つまりタオに近づこうとする人はタオに好きよと言われて受け入れてもらえるようになるし、徳と同じになった人は徳に好きよと言われて受け入れてもらえるようになるし、両方から外れちゃった人は外れちゃった力に好きよと言われて引き込まれてしまうのだ。同じことで人を信用しないで振る舞う人は人からも信用されないのだ。これでいいのだ。やっぱ先付けなんですね。先付け、あ、要は、うん、先に信用するから信用される、うん、いや僕ここでよく、うん、いや老子が言ってることはわかるけど、うん、タオってやったもん負けなんですよって、うん、常々言ってるじゃないですか、うん、逆ですね。この老子道徳教なので、はい、まあ、タオじゃないですか、はい、中心が、はい、でタオってなんかこう自然の摂理みたいな宇宙の法則みたいな話ですよね、はい、でだから自然に自然の流れに沿っていきましょうみたいな教えじゃないですか。で今、うん、この世を理解しようとすると、うん、自然ではないって話ですね。じゃあ、うん、で 構造が全てに出来上がり、うん、まあ、それが利権っていうのかわからないですが、うん、でそのまあ、つまりこう欲とか、そうですね、善とか悪とか、そういったのってこう人間が作り出した自然ではないものですよ。概念、あ、言葉っていうのはまあ概念でしかない、はい、人が作り出した、はい、だからそういうものを捨てて自然に行きましょうみたいな感じじゃないですか。でその、うん、でも欲って自然じゃないですか。欲はだから自然に一致してるかどうかみたいな話ですよね。サスティナビリティ的にさし、まあ、自然っていうか、まあこの自然界とかっていうか、なんか世の中の流れ的に、まあ、概念って善と悪って、善と悪がないっていうよりは、はい、絶対的な価値があるものではないって感じですよね。善ってあるけど、これは時代によって変わるし、変わるっていうのがこの自然は変化するんだって言ってるんですよ。でも若干この老子熱って、うん、よい良い、うん、良い前子老子が言う良いみたいなものってあるじゃないですか、うん、これが良いよみたいな、自然に任せようみたいな感じですよね。でこの例えば風が吹いたりとか雨が降ったりというのも、この一時的なもので変化してるんだって話じゃないですか。だから善悪みたいなのも変化するんだから、この善に固執するなみたいな話ですよ。欲も今はそれがいいとされてるけどみたいな、なんかね、はいあのね、おや、おっしゃって
ってることはわかるけど、はい、うん、そうすると、うん、悪人がはびこるじゃないか、うん、で悪人はタオの道から外れてるんですよ。そうすると、うん、善人側は奪われるんですよ。でそうじゃないよっていうのをため言ってるわけじゃないですか。外れたものはその自然の流れから外れた存在みたいな人はそっち側に好かれていくから結局失敗していくよみたいな、うん、もうじゃあひたすらにこちら側、うん、だから欲ってあるじゃないですか、はい、で欲はこう良くないものみたいな感じですよね、はい、道徳教的には、うんうんうん、でその、まあ、結局欲って欲が欲を求めるわけじゃないですか、はい、でこれを満たそうとしてで再現がないみたいな話ですよね。再現はないです。でその結果人生満たされないものになってしまうみたいなのが道徳教っぽいじゃないですか。あ、まあ、欲を追いかけるからいつまでも満たされない。ずっとスポットライト浴びれないって話ですよね。浴びれないし、浴びないと不満になるわけじゃないですか。浴びれないだけなのにみたいな感じじゃないですか。スポットライトが当たってないだけなのにあなたはこうあなたの人生はもう悪いものになってしまうみたいな、うん、僕はねやっぱり、うん、こうやってちょっとずつこの教えを味わっておかないと、はい、うん、どうしてもやっぱり欲サイドの人間なので、うん、学びですね。スポットライトは自然なものじゃないみたいな話です。あとまあここでそのバカボンが言った、うん、まあタオが難しいものだとしても、はい、徳、うん、で徳というのはここを読むと人を育てようとするとか、うんうん、で要はやっぱりこのギブする人、うん、与える人、うん、ここをちょっと肝に銘じておきたいと思う、はい、だからどうしてもやっぱりこのいかにこの上積みをすこうかみたいなとこに目がいっちゃうとどうしても、はい、うん、そうすると多分こう奪い合いになるって話ですよね。で苦しいだけみたいな、はい、日々学ばせていただいておりますと、はい、ありがとうございますと、